どうも、ヒロです。フォレストキャリア続きやっていきます。で、今回は2月25日のエバートン戦やっていきます。で、前回の動画の最後に、アストンビラの、サンソンをね、補強失敗しましたけど、リベンジして補強をしておきました。うん。で、サイドのチョリッチっていう選手が売れたので、パート・ハリス呼び戻しています。で、あと、センターバックのそうもね、呼び戻してます。彼は前回呼び戻したんかな、ちょっと忘れましたけど。これはとんでもなく、コンディションが悪いですね。うちのチーム今ね。ちょっと待てよ。ちょっと考えよっか。これはね、試合やっても負けるね。まあ、コンディションというか、士気が悪いんだな、これな。そうですね。士気が非常に悪いですね。クラークか。そうだね。シュトロブルを乗っけて、こうかな。うん。しようかな。多分ね、この原因はね、ここの連敗ですね。リバプール、トテナム戦の連敗が効いてますね、これね。これが効いてるね。多分、この士気の下がりようはね。そうですね。ちょっとこれ戻るまで使えないですね、この選手たちね。ちょっと、これ記者会見やったらまた違うんでしょうけど、いやー、ゴールキーパーのアルバラも本当は使いたくないとこですけども、使わないとダメでしょうね、これね。フィールドと、あ、レースメルは大丈夫か。レースメルじゃあ使うか。ムンバにしとこうかな。ちょっと待って、ね。もう誰が誰かちょっと。これ見れたらいいのにな、選ぶときに。フォーメーション。見れないからきついな。ダーシルバとレースメルにして、ビストルップとバプティステをベンチにしとこうかな。サイドがきついな。サンソンをベンチ外にしましょう。ね、本当は使いたかったですけども、しょうがないですね。ウォルコット入れとこっか。そうですね。そうしておきましょうかね。うん。まあ、レイテでいいでしょう。で、これは、そうですね。サイドの選手はいいからフィールドにしとこうかな。はい。じゃあ、スタメンは、ヌケティア、パート・ハリス、レース・メル、ダ・シルバ、シキーニョ、トンプソン、クラーク、シュネデル・ラン、そう、ムンバ、アルバロのメンバーでやっていきます。じゃあ、試合の方ね、やっていきましょう。はい、じゃあやっていきまーす。お、いいよ、ナイス。いやー、まぁ、ちょっと厳しいけど。いいね。で、あとがかったか。まあ、あのパスで届いたらちょっとびっくりするな。
いやー、エバートンはゲーム内もリアルな方も危ないですね。おー、すごい。リアルな方は結構広角がもう見えてきてんじゃないかな、みたいな。まだ大丈夫なんかな？大丈夫なんだろうけど。でも、あと一杯ぐらいしたらもうまずいんちゃう？さすがに。エバートン落ちたらもうえらいこっちゃけどな。フランスのボルドが落ちるみたいなもんでしょ。絶対嘘。そんなに能力高くない、まだ。いいね。いいよ。まあ、チームがちょっと勝たないなと思ったら、ああ、もしか、やべ。借りに来てるな。矢印のとこを見てね、コンディションを見て、スタメン選んだら案外、勝てるかもしれないですよ。勝てなくても、チームの動きはいいです。あ、出てるか、もったいないな、今のな。今のはもったいないよ。ボール奪取率が上がったりとかですね。あと、まあ、セレであんま負けないとか、セカンドボール取りやすくなってるとかね。なんか目に見えないというか、プレイしてて、わかる違いが結構ある。あと、ミスが少ないです。まあ、もちろんミスはするけど。動きも良くなるからね。お、マジ、蹴りか、なんで。自分近いパート・ハリスに切り替わる意味が分からん。ほんま、毎回思うけど、なんで一番近い選手に切り替わるんですか、この後ろの選手に切り替わるんかが。出しろがちょっと危ないかな。パスの出すタイミングがちょっと危ないな。高さが欲しいとは思うけど、高い選手使いづらいんよな、うちのチームな。やっぱスピード重視になっちゃうから、どうしようもない。おお、OKOKOK、いよいよ。よし、ミスってくれてる、助かる。ナイス。いやー、マジか、ボールが最後足元につかなかったな。うわ、取れそうだったな、今な。あっ、ぶん。今のは危なかった。助かった。今のは助かった。あっぶねえ。決定力ありすぎやねんな。
うわ、マジか。通ると思って次の選択しちゃった。ルベン・ガルシア。But he keeps going. Scamacca. Bit wasteful from Everton. Nice. Yeah, maji. いける。Chiquinho. Oh, surely. Under pressure, can he do it? うわ、くそ、通らなかったか。アンが足が速いんだよ。危ねえ、ナイスナイスナイス。決められたか。あー、前半落ちた。やっぱそのタイミングか。はい、後半やっていきます。さあ、1点をどうやって取りましょうかね。前半あれだけ攻めて、でもまあシュートにあまりいけてないからね。攻めてんのは攻めてるんですけど、やっぱシュートまで行かないと。いやー、マジか。あー、切り替わっちゃった。危ねえ。危ない、今の。普通に危ないプレーやめろって。危ねえ。あ、いける。いやー、マジ。いや、負けるんか。Now with Delhi, Gianluca Scamacca read it superbly to take back possession. And don't forget we have more Premier League action. Oh, Derek, can he finish this? And the keeper. いやー、キーパーナイスですね。素晴らしい。Brilliant stuff. Now sending it in. Well, he took care of it defensively.いや、ボールが浮いた。軌道変わったからちょっと面白そうだったけどな、今な。Lesmelou. And in possession, Chiquinho. Might be able to get in behind the defence. It was a menacing attack, but tidied up. Well, the situation has changed in the Sheffield United game. Alex Scott, what can you tell us? It's a second goal for Wolves. They're ahead by two now with 68 minutes played. なんか、Thanks as always, Alex. こういう時にいつも思うけど、追いつけなさすぎる。パートハリスって案外でかいんや。あ、
It's Nottingham Forest taking on Leeds United. Well, we're down to the last 16 now, so plenty to play for in that game, in what will be a tough encounter. And short it is. Shot attempted. おー、いった、素晴らしい。意外な、意外な感じでゴールになったな。Here's the replay. It's certainly a well-delivered ball into the area, and then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. あれは止めれないんだな、キーパーな。この、なんだろうな。この感じは何なんでしょうね。もうどうしていいんでしょうか、これは。よーし、OK。いやー結構危ないプレー多いっすよ。もうちょっと打ちだったな。普通にパスでもよかったな。Well, trying to take their time, but not enough care on the ball. ああ、向こうのボールか。They will now make use of their substitutes bench. Good looking ball. He's protecting it well. まあそうですね。And Clark on the ball.Baptiste, Lesmelou, now with Lesmelou on the attack as there to be late excitement. やばい。But nothing comes of it. Kenny. Oh, he's given the ball away. どうしようかな。あ、くそ。悩んでる暇もない。オリー・ワッキンズ。キャニプットメンフロント。うわ、嘘だろ。マジかよ。Well, the situation has changed in the Manchester United game. Alex Scott has the news. It's a third for Liverpool. They're ahead by three now. Can he make it count? Oh, wow. マジか、キーパー止めんか。素晴らしい。Well, he's just about won them the game here. Great, Scott. And there's the delivery. Well, it has come to nothing. Samfield. Wow, マジ。Splendid piece of challenging.キッツや。ジャンルカ・スカマカ。Well, by playing keep ball like this, they're keeping the opposition at bay. And plenty of scope to be creative in that wide position. Can they slot it home? ああ、負けちゃったね。いやー、ただチームとして今ちょっと調子悪いな、これ。Yes, Derek. It was a tight game between two very good sides, but they lost concentration late on, and it's cost them dearly. They'll need to get over that quickly. 3連敗か。Well, we're focusing on him for a reason. Played with real authority in attack. 勢いに負けてるな、完全に。Match winner and deservedly so. He was outstanding today. He's great to watch when he's in this.
はい、まあリーグ戦3連敗中になってしまいましたけども、いやプレミアリーグの厳しさを、今ね味わってるかなって感じですね。うん、いやー非常に、難しいですね。今難しい、チームとして難しいですね。いやー、どう立て直そうかなって感じですね。フォーメーションを変えるべきか、中盤の構成を変えようかな。難しいですね今。いやでもまあ今シーズンは残留争いがあれだったんで、まあ別にいいんですけど、まあ、ちょっと記者会見だけやっときましょう。別にチームとしてのこの、なんだろう、悪い流れっていうのは多分ないんですよね。選手たちのコンディションが悪いだけで、負けてるから。なんで、まあ、これはカップ戦含め4連敗してしまった時にどうなるかでしょうね。いやー、そこなんですよね。いや、よく頑張ったけどね、スタメンになってた選手たちはね。よく頑張ってましたけどね。あと一歩のところかなって感じですね、今。まあちょっとリーズ戦シミュレートしますか。 FA カップ、カップ戦は今どうこうできるあれじゃないし。あー勝ったね、全く一緒やね。全く一緒だったな今な。まあこれで少しチームの、士気が変わるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、これカップ戦どこに入ってきた。うわビラか。うわ4月がすんごい試合数。そうですね、次回はこれはもう取るとこが取るとこが、取りたいと思う試合があんまないな。どうしようかな。まあ今回はこれぐらいで終わりましょうかね。あ、レスターとかサウサンプトン面白いですね。ちょうど下ぐらいなんですね。うん。ウルブスか。ウルブス取ったからな。あんま取る気ないな。うわ、ビラが強いね。なるほど、なるほど。うん。いや、持ちはしないと思うけどな、さすがに。さすがに連敗したとしても。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。